あなたの対人恐怖症の原因は消化かもしれません。レシピの皆さん、おはようございます。本日皆紹介したいのは、対人恐怖症対策、消化改善することで対人恐怖症対策につながるということですね。では早速参りましょう。昔ながらですけれども、僕はずっとこうね、野菜やフルーツなどを、まあ、果物などをちゃんと食べたら自分のエネルギーは自然に治るというのを考えがちだったんですけれども、しかし自分はドイツに帰って、日本からで、そこから結構自分の大嫌いな構造を通い始まった時には、そこではもういくら野菜とか食べても、こういう自分のもうお昼までね、エネルギーはだったんですけども、昼の後ではもうエネルギーは全くなかったんです、というの全てをそういうものを感じたんですけれども、でどうやって僕はそういうものを乗り越えたかというと、これは前に自分のコーチがやってたの、まあまだやっているのマスターマインドグループなんですけれども、でそこではいろんな人を会って、そこの中ではショーン・ウェストですけれども、彼はコンシャスライドというのチャンネルをやっていますので、もしよかったらご覧になってください。こちらのチャンネルですね。そして彼によって一つの古いのコンセプトを紹介されたというのは、同社というのコンセプトなんですけれども、でその同社のコンセプトは何かするかというと、昔のインドのヨガさんね、何千年前のコンセプトなんですけれども、自分のライフスタイルかつ消化を自分の同社によってちゃんとね、管理するというのはポイントです。まあそこでは、まあ、ちょっとざっと言ったら3つのポイントがあります。3つのスタイルがあります。早いのバタと、すごく遅いのカファと、その真ん中のビタというですね、でその3つの中で僕は、まあ、実際はバタですけれども、だから、まあ、自分の動作を分かったら、自分のどんなライフスタイル、どんな消化、どんな食事を取れなければならないとも分かります。だからあなたは例えばバタだったら、ずっと野菜食べちゃダメというのは事実です。逆にピッタだったら、ずっと肉食べたらもう同じくダメです。だからもしその同社というのコンセプトを知りたかったら、とりあえずネットで検索してください。そしてあなたはまだ対人恐怖症を抱いてるだったら、こちらの動画でご覧いただいたら、その動画ではその対策にもつながるかもしれません。レシピの皆さん、僕は昔ながらずっと対人恐怖症で、そして自殺未遂になった頃、自分のコーチは僕を自己啓発というの正解を紹介したわけで、その知識や経験をおかげで僕は、まあ、その対人恐怖症と同じの人を助けるというのを自分のミッションにした。でもしよかったら、今相談の人はいない、自分の対人恐怖症などの悩み相談に乗る人はあまりなさそうで、下の概要欄で自分のウェブサイトが貼ってある、かつ自分にも個人メールにも結構ですけれども、一緒に僕はあなたと相談に乗ります。そしてレシピの皆さん、僕はこちらのチャンネルで毎日アップロードしますので、では音楽で対人恐怖症につながるの方法、もしあなたはその対策を知りたかったら、とにかく登録バトンと通知バトンお願いいたします。さらにその動画では価値があったら高評価もお願いいたします。そして
自分が思うのは幸せ集まり、配りは世話。だから友達にも配ってください、シェアしてください。このチャンネルではメインの課題はだいたい自己啓発や心理学によって対人恐怖症などの大きな悩みを解決するというのチャンネルで、まあ成果性もね、生産性も上がるというのもチャンネルになっておりまして、さらに自分もちょっとビジネスにも語ります。特に Facebook マーケティングについて語りますので、もしよかったらこちらの動画もご覧ください。そしてでは次の動画で会いましょう。